建設業では働く人、働く環境にも優しい新たな技術が作られ、若い人はもちろん女性も活躍しています。どんな技術が使われているのか、若手技術者たちの現場を覗いてみましょう。 UAV で写真を上から撮っての測量と、UAV にそのレーザーを出す機械をつけてレーザーで地形を取る測量を行っています。入社するまでのイメージが三脚つけて機械つけてで覗いて観測するっていうその従来のイメージだったんですけれど、入社してからどんどんそのドローンを使っての測量が多分メインになってるんだなと思って、なんでハイテクになってるのかなとは感じました。測量してきたデータをいただいて CAD を使って道路の絵を描いたり、河川を整備するための護岸の絵を描いたり、工事ができるように数量といいますか土がどれくらい必要ですっていうものを作っています。基本を学ぶには手で描くのはすごくいいことだとは思うんですけども、 3D とかだとやっぱりイメージがすごくしやすくて分かりやすいっていうのはやはり大きいので、3D で描いてる方が楽しいのは楽しいですね。建設 ICT は測量、設計から座標などの3次元データを利用し、建設現場の無駄を減らしながら生産性を上げる技術。 ICT 技術を搭載した建設機械では、運転席で機械を操作しながら現在地やどこまで掘ればよいかをモニターが教えてくれます。県内の現場では ICT 技術の普及が進んでいます。建設業界は新しい技術がどんどん生まれて仕事の種類も増えてきました。働く人の健康や意欲も守られ、働く環境づくりも進んでいます。いかがでしたか？建設業は社会、暮らしを守るために欠かせない仕事なんです。人々の生活を強く支え、優しく守る町の未来は、新たな建設技術を使い、これからの若者によって作られていきます。10分版動画では、若い技術者たちへのインタビューを含め、建設業についてもう少し詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。